はい、早速コメント欄、愛しの濁り酒様よりピータンに合う日本酒を教えてください。選んできます。風の森アルファタイプ1ドライ、こちら紹介したいと思います。風の森はね、このアルファシリーズがもう菩提元に切り替わって、もうより唯一無二というか、風の森ってまあもう一つ水花っていうね、本当にこう昔の文献を再現するような、亀壺で仕込んだ菩提元のシリーズがありますが、やっぱそういったことを実際にやりながら体験して、そこで得たこう技術と感性を、まあ、最もモダンな酒であるその風の森にこう、ね、まあ、導入してね、まあ、本当に意味での温故知新というか、まあ、手張りというか、これまでにない世界をね、まあ、生み出している、まあ、素晴らしい風の森ですが、やっぱりその風の森の持ってるそのこう爽やかさ、まあ、もちろんこう甘み酸味だとか、まあ、やっぱ水のねすごい香水で作られてるんで、その水由来 の、 その、まあ、こう力強さとか、であと今度数も14、アルファタイプは14度なんで、その14度に落ちたらその爽快さとかね、こう入り混じった中に菩提元由来の天然乳酸菌由来 の、 その力強さ加わって、やっぱモダンなお酒って、まあ、言ってみれば綺麗に作ろうと思ったら、まあ、みんな似たもの同士になっちゃうっていう考え方だと思うんですよ、まあ、風の森しかり、アラマサしかり、もう綺麗に作る技術っていうのはもう得得したと、世の中的に。だからある程度美味しい酒っていうのも世の中5万とありますが、じゃあそれをどこで超えていくかみたいな、そこでどうやってその壁を越えて新たな飲み手を、生み出したりとか、未来に対していい文化を残せるかみたいなところを、まあ、今の、酒蔵の人たちはそれぞれの考え方でやってるんですが、風の森もその筆頭で、もちろん米作り秋津という地元ならではのもう風の森専用の、まあ、酒米ともいえるものを農家さんと一緒に取り組んだり、そういう菩提元という、まあ、奈良にしかない、そういった技法をねもう一回見直して、で最先端の味にすることで、まだ日本酒の魅力に気づいてない人たちに飲んでほしいと。でもその人たちは多分飲んで美味しいで何って言った時にこう掘りがいがあるわけですよね。単なる美味しいお酒じゃなくて、その後ろにある風の森フィロソフィーであり、それが奈良のローカリティであり、日本の歴史みたいなものがすごく大きく感じられる、まあ、お酒ですので、本当に素晴らしいと思います。で、今日のそのピータンに合う日本酒ということですが、まあ、なんかピータンに合うっていうと、なんかこう紹興酒みたいなね、熟成古酒を連想しますが、まあ、それはそれでね、全然もう素直に熟成酒の燗酒はもう抜群に合うと思うんですが、まあ、意外なところで、まあ、こういったモダンでしっかり酸があって力強さもありながら、あとはじゃあ軽快なものっていうのは、まあ、そういったこう中華の中で飲んでても、あとはまあピータン、まあ、だけじゃなくてもね、その後その中華料理食べてる中で、まあ、もしかしたらこれピータン豆腐にしてるごま油がかかってるかもしれないですけど、まあ、そういった油分とかもバシッと切ってくれますし、まあ、明るい印象でね楽しめますんで。でピータンってそういうこのピータン豆腐とか、まあ、中華でそのこう酢醤油かかって食べるみたいなねイメージがありますがね、これ実は料理にすごい使えますんで、一番簡単で効果的なのがタルタルのゆで卵の代わりにピータン使うと、パセリの代わりにパクチー使ってとかね、そうするともう一気にこう家の料理がいい居酒屋のねパテみたいになりますんで、魚でも肉でもピータンタルタルね着ながら、まあこういう風の森のような爽やかで力強いものをこう合わせてやる、まあ家で楽しめるよそ行きの味じゃないかと思いますんで、ぜひともお試しください。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。